皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は車椅子で一人暮らしでこれってどうしてるのっていうのの洗濯編とお掃除編をお伝えしていきたいと思います。ではまず洗濯編から行ってみましょう。はい、じゃあまず洗濯機ですね。私は縦型の東芝の6キロ使っています。だいたい車椅子ユーザーさんっていうのは手が届かなくて洗濯物が取れないっていうところからドラム式を使うことが多いんですけど、ドラム式ってやっぱり高いし乾燥機能とか結構いいものを買わないと汚れの落ちっていうのも良くないんじゃないかなと個人的な調べでね思って、一人暮らしだし縦型でいけるのであれば縦型がいいなと思ってこちらにしました。で、中見てもらうと届くんですよね。6キロだとこう小さいから、だからこう手が届く。スウェットとかはこんな風にこのまま入れてますが、小物類、パンツとかブラとか靴下とか細かく取りにくいものは基本ネットで、 T シャツ系も全部ネットに入れて洗濯をしてます。ちなみに洗剤は今はナノックスの青と、柔軟剤はこのラボンのこの白がめちゃくちゃ好きでずっと使ってます。この青を使い切ったらナノックスの紫を使ってみようかなって思ってます。で、ちょっといろいろ失敗してしまったな、失敗したような下着を洗うときは絶対このワイドハイター EX を入れてますね。はい、じゃあ洗濯が終わったので取っていこうと思うんですけど、ここのね、ここに磁石で袋をかけておいてます。で、ここに洗濯し終わったものまず入れていきます。6キロしかないので、洗濯は2日半に1回のペースで洗うようにしてます。で、基本的にお出かけがなければ洗うものってリハビリ、ジャージとかしかないですね。私服洗うことはあんまりない。で、6キロだと軽いの、めっちゃこうほら洗濯機が動くからさ、何も量が入ってないと、だから下のものも取れるっていう感じですね。まあ、基本的に服とかはクローゼットなんだけど、バスタオルはここに磁石で横にかけれるものがあって、こんな感じでここにバスタオル3本かな、入れれるサイズ感になってます。冬は部屋の中に入れてますが、夏は外でこういう感じで物干し竿にねかけてますね。こんな感じで干せました。まあこの料理に収まるくらいのペースで洗濯をしています。シーツはこんな感じで物干し竿に干したり、あとは椅子を工夫してこんな感じで広げて干しています。まずは洗濯編終了です。では次、お掃除編。はい、じゃあ次はお掃除はどうしてるのかっていうことでやっていきたいと思います。床は掃除機で、掃除機をこうかけてやってますけど、拭き掃除はブラーバっていう拭き掃除機専用のロボットを使っています。はい、掃除機はシャークのハンディ掃除機を使っていますね。このシャークの掃除機で良かったなって思ったのが、まず車椅子なので
やっぱりこう地面がフローリングなんですよ。だから基本的にゴミを吸うときって私の場合は髪の毛と、まあ、ホコリかなと思ったので、なんかそんなにカーペットのゴミを一生懸命取るようなものじゃなくていいな、それよりだったら髪の毛が絡まりにくいのがいいなって思ってシャークにしました。シャークだと絡まる用のそのヘッドのコロ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 がついてないから髪の毛が絡まりにくいっていうことでシャークにしましたよ。中間でこう独立はしないから、それはちょっと不便だなって思います。でもこういうふうに取り外してちっちゃいハンディにもなります。で、ゴミはワンタッチでポンって出るタイプですね。袋タイプじゃなくてワンタッチでゴミ捨て、ゴミを捨てれるタイプです。まあ、こんな感じで家の中は掃除機全部、寝室もフローリングの場所しかないので全部掃除機かけてって、で、あとはブラーバで拭き掃除してもらってるっていう感じですね。次はシンク、水回りですね、の掃除ですけど、まあ料理はするのである程度ここは綺麗にしておきたいなって思うので、まあ、毎日とかはやれたらいいけどしないけど、洗剤としてはこういうクエン酸ですね。クエン酸シュー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 ってこうかシューシューシューってやって、もうこのキッチンペーパーで拭いちゃいます。隅から隅までは届かない、雑な感じになっちゃうのでそこは諦めてますね。そんなにめちゃくちゃ汚いってわけではないし、こうちゃんと水で流してあげる。次、トイレ掃除。トイレに関しては便器の中は基本的にもうブラシを置いてません、めんどくさいので。手、ゴム手袋してお尻拭きを使ってこう洗って、あのゴム手袋と一緒にゴミに捨てるっていうのをやってます。はい、はい、次洗面台なんですけど、さっきのクエン酸、台所で使ったクエン酸で水垢用なので、それで全部洗えるので同じように洗っていきます。ただ鏡がねちょっと遠いですよ。一番上までは絶対無理だし、あとこういう棚とか類も届かないから無理で諦めてるんですけど、そのいかに鏡に水が飛ばないかっていうのをやってて、普段使うのを気をつけてるんですが、どうしても水滴が飛んじゃいます。で、だからそういう時は届く範囲で頑張ってこうこんな感じでね、もうここまでしか届かないので、まあ、普段私が自分で使うときは別にこの上まで汚れが飛ぶっていうことは基本的にないんですけど、誰かこう来たときとかは上までこう水が飛んじゃうことがあるんですよね。まあ、そういうときは使った人が拭いてくれって思うけど、なんか気になるなっていうときは自分でこうやって拭いてます。次、お風呂掃除ですが、お風呂掃除はこんな感じでシャワーチェアがあって車椅子がこう入ろうとすると、もうどうしても結構ここで限界なんですよね。もうびちゃびちゃになっちゃうから、前はここから結構頑張ってブラシを使って掃除してたんですけどやめて、今はお風呂に入るタイミングで裸になってこっちのシャワーチェアに乗り移ってもう掃除をするようにしてます。歌丸石鹸とさっき使ってたクエン酸使って、クエン酸はこういう水回りのなんていうのシャワーのところとかを使ってますね。そうだから、でもどうしてもあっちの奥とかそれこそ天井とかっていうのは全然掃除が届かないので、まあそれも友達が来た時にやってもらったりっていうのをしてますね。
こんな感じで車椅子の一人暮らし、これってどうしてるのっていうのの洗濯編とお掃除編をお伝えしました。掃除に関してはどうしても手が届く範囲掃除になってしまいますけど、でも言うてもね、そんなに1年間住みましたが汚れは、大きな汚れはないです。なんかめっちゃ汚いみたいな生活空間では生活してないです。まあ、それもこれもあんまりやっぱり物を置かなければ、まずはある程度自分で床の掃除とかできるし、ホコリが溜まる箇所っていうのがもう決まってくるので、そこを掃除してればいいかなと思います。でもやっぱり窓ですね、窓拭きとか、さっき言った換気扇類とか、まあ、お風呂掃除の天井類とかっていうのはやっぱり完璧ではないので、な友達に来てもらったりとか、まあまだその業者さんを使ったことはないですが、まあ、そういう業者さんを使うのもありなのかなと思います。まあ一人暮らしだからこそ物の制限っていうのはできるし、本当に使ったらまず、水回りとかね、キッチン周りとか使った時にすぐ拭けば、そんなにそんなに、私自身1年間一人暮らししてみて掃除って大変なのかなっていうのは正直思いました。まあ、やろうと思えばやれるんだなという実感が正直あります。車椅子で一人暮らし、これってどうしてるのは、が疑問があればぜひコメント欄に書いていただいてやっていこうと思います。あ、そうだ、ダンボールのコメントあったんだね。ダンボールどうしてるんですかって言われたんですけど、この福岡の方ではダンボールがこうマンションにポンって出せるタイプのところに今私住んでなくて、燃えるゴミ袋の中に入れば燃えるゴミ袋の中で出していいっていう出し方で、それ以外は資源ゴミ回収が月1回あって、マンション玄関前に朝出しておけば、なんかあの子供会で回収してくれるっていうやり方があったんです。ちっちゃい段ボールの場合は養生テープとか、マスキングテープとかでこうぐる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 接してちっちゃくなるので、そういう風にやったり、一時期めちゃくちゃたくさん大きい段ボールがあって、どうしても捨てることが大変だった時があって、その資源ごみ回収の日に出してみよう、初めて出すからどのポジションに置いておけばいいかわからないなって思って、マンションの管理人さんに聞いたんです。段ボールどうしたら、どこの場所にどういう風に置いといたらいいですかっていう風に聞いた時に、管理人さんが玄関の前に置いといてくれたら、私が下まで持っていきますよって言ってくれたので、一つの大きい段ボールのやつにこうペタンペタンペタンって潰して玄関の前に置いといて、管理人さんに持ってってもらいました。まあ、そういうやっぱ管理人さんがいるからこその優しさというか、そういうのにも助けられてます。段ボールストッカーっていうのが今山崎工業さんだけかなっていうメーカーさんから出てて、段ボール専用でこう立てかけて家に置いておける、で結ぶ時も下が浮いてる状態なのですごく結びやすいっていう、その段ボールストッカーが商品としてあるので、ぜひそういうのももし縛って出さなきゃいけないよっていう方は活用してみてください。まだゴミ出しもマンションの外にゴミステーションがあるので毎回自分で持ってってたりしますし、一回だけエレベーターで降りるときにそのマンションの住民の方とゴミ出しするタイミングが一緒になって、おばさまだったんですけど、おばさまがエレベーターの中で私も行くんだから持ってってあげるよっていうので、私の分も持ってってくれて、すごく楽に済んだっていうのはありましたので、まあ、こういう生活空間の中で生きてて本当にマンションの方々に助けられて生きてるなと正直思って、とても嬉しいです。なので一人暮らしだけどそういう風に支えられてるっていうことですね。はい、ということで、今回はこんな感じで、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。Oh, oh, oh.